納得づくの中で代表を決めていただきたい。なんで2つか3日でちょろちょろと選んでいいんでしょうか。今後政権復帰なんかできないと思います。敗軍の将、兵を語らずという言葉もあります。あまり私が多くを語ることは適切ではないと思います。今回は大変民主党にとって厳しい選挙結果となりました。それによってイブシンのような多くの仕事のできる皆さん、あるいは前途有望な同志の皆さん、数多くの議席を失ってしまいました。残機の念に耐えない痛恨の極みであります。私は来年の参議院選挙までに反省と総括をする。今回は民主党はもう本当に反省してないということを言っているがですね、この皆さん方から批判を浴びているわけでありますから、ぜひ私は反省と総括を最大限新代表の選出を伸ばしていただいて、来年の党大会に近いところで、やっていただく。そしてまた皆さんが言っているように意見をですねよく聞いていただくということが大事だと思います。一人一人が自分のこととして捉えて発言をしていただいた、そう受け止めたいと思います。したがいまして、最後の2つの意見、猪木桜井両議員の意見も踏まえて、25日の午後に26日国会始まるようですから、もう一度この両議員総会を開催させていただきます。その折に今日のご意見を踏まえて、可能な限りスピーディーに代表選出ができるような手立てはあるかないかを含めて、私たち一旦辞任をさせていただきましたけれども、そこまではやらなければならない責任があると思いますので、25日に新たな提案をさせていただいて、その間何ができるか、この後残った役員で検討してまいります。